じゃ匂いをたくさんつけててね。え、匂い。この声はなじみ。なじみだ。なじみ、助けてくれ。ごめんね、隣の住人がうるさくて。慣れてる。すごいお隣さんだね。おい、埋めるぞ、いいんだな。おとなしくしてろ。山はすぐそこだぞ。黙って言うこと聞いとけ。はは、全然気にしないで。気に取るよ。じゃあ私お茶入れてくるから待ってて。ジャスミンティーでいい？あ、うん。クローゼットは開けないでね。あ、うん。え、ごめんね、もしかして僕たち邪魔だったか。なんだ、見ちゃったの。誤解しないでね、古見さん。古見さんに近づくためにただの君が邪魔だったとかそういうんじゃないのよ。菜箸、めっちゃ研いだ菜箸持ってる。これは古見さんのためなの。だってそうでしょ、こんな顔も頭も良くなくて、身長も体格も普通で、別に面白いわけでもなく、顔の作画も適当で、特徴といえば頭のしょぼいとさかぐらいなゴミ男子が神である古見さんの近くにいるっておかしいでしょ。改めて言われるときっついな。ねえ古見さん、古見さんもそう思うわよね。だって古見さんは綺麗さに気がついてみて、うん。